おはようございます。ザリガニ親父のワンポイントコミュニケーションナワー。今日は12月は6日日曜日、高野文雄がバイリンガルビデオダイアリーでコミュニケーション上の重要なポイントを一つお伝えいたいと思います。アップルの創業者スティーブ・ジョブズ氏がスタンフォード大学の卒業式で言い残していた2つの言葉があります。一つはですね、コネクティングドット、過去のいろいろなくだらないような経験が実は全て肥やしになって将来光り輝く結果を出しますよというコネクティングドット。もう一つはですね、その卒業式で最後に言った言葉が光ってましたね。 Stay hungry, stay foolish。 腹減らして人生生きろ、バカを率先してやれと文言上は取れますが、実は深いんですね。 Stay hungry というのはですね、変にちっちゃく満ち足りないで死ぬまでハングリーで求めて生きろよと、自分を磨いて磨いて死ぬ時が一番磨き上げた日本刀正宗のようになって死を迎えろよということですね。 Stay hungry, stay foolish というのは、自分を磨くにはですね、あれ、こんなことしてていいのかな、こんなことをやったって無理かな、こんなことをやったって金になんないというふうにですね、理屈を考えないでやってみろってことですね。やってみろ、サントリーの創業者、やってみなはれ。ぐずぐず考えてないでやってみなはれ。サントリーを見てみなさい。今サントリーのウイスキー、サントリーのビール、ある意味で世界一ですね。昔はまずくて飲めたもんじゃなかったサントリーのビールなんかはね。ところが今は一番です。一番創業のですね、サントリーの創業者が言い残していった言葉はですね、スティーブ・ジョブズの言葉と近いんじゃないかな。 Stay hungry, stay foolish、 とうとう世界一になってますよ。我々はじゃあどうするかというとですね、Stay hungry というのは、いろんな知識を得るとですね、それで満足しちゃって、ああ俺って物知りだな、俺って頭いいじゃんなんて思わないでですね、頭に入れた知識、特に私どもが、私がお教えしている行動学ですね、日々の生き方をこう変えたらどうですかという行動学を教えしているわけです。コミュニケーションは行動学ですからね、習ったその知識を頭に入れてですね、分かったふりをしてないで明日使えってことです。挨拶の使い方にしてもですね、物の書き方にしても、プレゼンの仕方にしても、学んだら明日使いなさいっていうことです。頭に入れるとですね、この頭がですね、脳に知識詰めちゃうとですね、使えなくなっちゃうんですよね。メタボリックブレインです。メタボリックブレイン、食って食って飲んで飲んで太りまくった人がいます。あのマツコデラックスみたいにね、太りまくってる人います。見るからにですね、動きは悪い。ちょっとさ、あの疲れただけで、まあ空手なんかですね、ちょっと溝落ちをカーンってやられただけでもうギャフーンでしょうね。太りまく、メタボリックボディと同じようにですね、頭もですね、メタボリックブレインになるんで、使いなさいってことです。使えばですね、出てっちゃいますから、新たな知識を入れたくなる。ブレインもですね、頭減らせじゃないですけど、あ、ブレインも腹減らせってことです。入れたら使え、使ったら取れるから、取れたら新しい知識を入れなければならない。はい、メタボリックボディはブーですけれども、メタボリックブレインになりなさんなって言ってったのが、Stay hungry, stay foolish、 スティーブ・ジョブズの名文句でした。さようなら。